猫、猫。あっちに逃げたみたいね。そういえば、ふと思い出したのでござる。どうしたんだ、サイラス。拙者の故郷に昔話があるでござる。今は猫神様としてある社に祀られる猫の逸話なのでござるが、かの猫は時の女神の寵愛を受け、自在に時を超えたというのでござる。この世界じゃ猫が時を超えるのは珍しくもないってこと？いや、単なるおとぎ話と思ってござった。しかしここに来てにわかに真実味を帯びてきたのも事実でござる。いいんかのう、肝心の猫を見失うぞよ。しまった。サイラス、その話はまた後で頼む。つかぬことを聞くが、アルド、君は精霊との縁があるのではないか？精霊との縁？そうだな。一応サラマンダー、こっちの世界の四大精霊の一柱を助けたことがあるけど。そうか、それで精霊の加護を感じるわけだな。君の旅路はかの者に守られているよ。へえ、ミラってそういうのがわかるのか？これでも元の世界では精霊の主だからな。精霊の主？すごすぎてピンとこないよ。不便はありませんか、お嬢さん。お嬢さんって私のこと？もちろんでございます。困りごとがありましたら何でもこの老園にお申し付けを。いいのかしら、そんな。ここ数年は執事としてさるお方のお屋敷に仕えておりましたからね、遠慮はいりませんよ。それなら。エイミー、まんざらでもなさそうでござる。こうなれば拙者にも何でも申されよ、お嬢さんでござる。サイラスってば、急に気持ち悪い呼び方しないでよ。扱いが違いすぎるでござる。魔獣が人間に勝つ歴史に書き換えるってか。時空改変なんつう大それたことが本気でできんのか。少なくとも時の塔ではそれができてたんだ。そっくりに作ったなら同じ性能を備えててもおかしくはないか。ああ、俺は現に目の前で未来が殺される瞬間を見た。未来を上書きし直すために原始体を倒して力ずくで塔の制御を乗っ取ったんだ。なるほどな。でもよくそんなことできたよな。普通乗っ取られそうになったら余計守りに入るもんだろ。確かに言われてみれば。でも原始体を倒したらすぐに力を貸してくれたの。もしかしたら塔を作ったやつは誰かに止めて欲しかったのかもな。頭じゃそれが使命だと考えてても心の底から納得してるとは限らねえ。ましてや未来に生きる連中の命がかかってんならなおさらだ。そっか、きっとそうだ。ありがとうな、ユーリ。
か。この熱気、干物になるのも時間の問題でござる。それだけ火の精霊の力が強い地帯ということだろう。サラマンダーもちょっとは手加減してくれてもいいのに。口にしたら余計に熱くなる。おとなしく足を動かそうぜ。サラマンダー、サラマンダーか。どうしたんだクレス、何か思いついたような顔して。ああ、サラマンダーにこう言ってみるのはどうだい。こんな熱くちゃたまらんだなんてね。かなり涼しくなったわ。氷のような眼差しだ。暑いはずなのに拙者身震いが止まらんでござる。